と激辛ジョニス、今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、ゾゾゾゾーとやってきました。はい、これはですね、国分寺に来てるんですけれども、今日はですね、麺創研紅さん、国分寺支店さんに来ております。約1年前ぐらいですかね、カップラーメンのレビューをやってた時期があって、10本ぐらいやってたんですけど、その中で、取り上げたカップラーメンですね、激辛カップラーメン紅という、カップラーメンがあって、今回は今も販売されてますけれども、今回は店舗に来ました。いつも通りこう辛さレベルが分かれてるんですけど、今回は一番マックスの鬼クレラーメン、はい、さらにその鬼クレラーメンでも辛さレベル増しして、行きたいかなと思います。時が経って1年越しに、まあ、店舗に来ることになったので非常に楽しみでございます。それでは早速行きましょう。クレナイ、あ、来ました。こちらが鬼クレラーメン。なんだこの地獄のような真っ赤に染まったスープ。あー、非常に香ばしい香りがします。いただきます。さあ、鬼クレラーメン辛さ増しさん、お手並み拝見です。クレナイに染めたのかい。うわ、もう麺が見えないですよ。もう、うわ、この透き通ったクレナイに染まるスープが美味しそうだ。非常に香ばしそうですね。いただきます。辛い、まあ、しかし香ばしい。口の中にこうピリッと最初こう辛みを感じるんですけど、その後にニンニクの香りがふわーっと口の中に広がり、これは病みつきになる一品だ。うん、入ってる具材はニンニク、唐辛子、そしてキャベツ、もやし、豚肉でしょうか。麺はね、このスープに隠れて、具材とスープに隠れて見えないですよ。麺が特徴的ですね、この乱切り麺と言われて太めの感じですね。これがよくまたスープに絡みそうですね。めちゃくちゃ絡むぞこのスープに。非常にもちもちで、張りとコシがあり、ちょっとほうとうみたいな感じの麺ですね。非常に食べ応えがあり美味しいですね。そしてまたこの紅色に染まったスープによく絡みつきます。これは美味しい、うまい。じゃあこのたっぷりのこの豚肉、これは美味しい。この赤い真っ赤に染まったこの豚肉はあれですね、もうまさに紅の豚ですね。そしてこの大量のもやし、いただきます。シャキシャキ食感がたまりません。これだけ唐辛子を使っている分ありました。やっぱ時間が経てば経つほど口の中に唐辛子の辛みがじゅわっとボディーブローのように効いていきます。しかし箸が止まらんと。このずぶとい乱切り麺が口の中で踊る。辛いな。スープがね、こちらもちょっとやっぱ唐辛子が濃厚な上、ちょっとドロッとした感じになってますけども、非常にこの味噌ベースのスープがコクがあって美味しいですね、これは。乱切り麺いいね。乱れております。乱れに乱れる乱切り麺よ、お前はどこまで美味しくなる。ニンニクがこのアクセントになって非常にいいですね。ご飯入れたら最強だね、これ。あ、やっぱり辛いね。そこに溜まったスープと絡めるとより辛みが増します。あー、ビリビリしてきた。濃厚、
あ、見てください、開始5分でもうこんな汗が書いてなかった。うん、暑くなってきた。やっぱ冬こそこういう激辛ラーメンを食べて体の芯から温まろうと。いよいよ汗が出てきたかな。今日もこんな汗かいてみちゃこう。さあ、残すところはスープのみ。最後この食えないに染まった地獄のスープを飲みました。この激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルを発表していきましょう。麺創研国分寺店さんの、おにくれラーメン辛さ増し、辛さレベルじゃん1、辛さレベル 5.5 です。食べ終わった直後ですけども、非常に口の中がピリ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 と痺れといった感じです。スープ自体ね、この味噌ベースのコクがありつつ、そこに唐辛子の辛み、そしてニンニクの香りがふわーっと広がる、非常にちょっと病みつきになる、旨辛の一品でございます。麺が特徴的なこの乱切り麺、乱切り麺が旨味と辛みの効いたスープに交わり、お口の中で乱れ飛んでおりました。非常に美味しくいただきましたということで、もしこの動画が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターと更新してますので、フォローお願いします。くれないの豚、うん、ぶひ。